県元増1808元元の手紙元,元、同校29年10月13日は、中国信頼の政治家、交渉学者。地方官として、功績を残すと同時に、学者として、多くの返纂事業も手掛けた。1764年、幼州府義印示試験に生まれる。本願は、幼州府感染権援助し、1789年、 家居に合格して紳士になる。官僚としては、三党、石膏の学生、石膏、厚カ河南の順部の任に就いた。特に石膏には仕掛け十年ほど着任して、李長道らと共に、海賊の取り締まりを行った。また、聖子の春節事業を行い、その時に出た泥を集めて築いた湖内の島は、現行の名で、現在も残る。1817年からは、 公衆で、良好総督を務める。前年に、ウィリアム・アマーストが三期級高等の礼を拒否する事件が起きたばかりであり、原元は放題を築いて、イギリスに武力で対抗することを進言した。1826年からは、運気総督を務める。1835年には、大人格大学士の官職に就いた。没後、文たちの送り名を送られた。 石膏時代に、故郷少女、両校総督時代に、学会堂書院という書院を建てた。やがて新末に至っては、前者には、唯、小平林、後者には、両慶長といった、優れた学者あるいは後の革命家が所属することになる。現元の著作は、非常に多いが、特に、自身の幕府を活用して作った巨大な、兵産物によって、現在もなが知られる。また、 各地の地方紙の編集や重感も行い、土地ごとの私文集を編纂した。金石学部についても貢献があり、山左近赤史、両節金石史、関古祭、小金駅鑑識などの著書がある。文集に教室集がある。ありがとうございます。